200枚もらえるんですよ。港区で取り返したらみたいになると、欧州クラス専用活動費が出る。大体100枚もらえます。で、僕がその候補者を届いていくときに、この月1200万ってめっちゃ言います。1200万もらえるんだけど、あ、月じゃねえって。これはやっぱり区議会議員とかは報酬を先に言った方がやってくれる人多いんですよ。でどっちですかって言ったら、でももちろんどっちでもないです。情報です。ただお金だけのためにやろうとしてる人って当選しないですよ。バレちゃうから。ただもちろん公のために、政治をしてみんなのためにってみんな思うって言うんですけど、じゃあ無料でやるかってみんなお金もらうじゃないですか。で要はお金を欲しくないと思ってる人ってどんな人かっていうと、大金持ちだけです。橋下徹さんが一番分かるんですよ。なぜ橋下徹さんがあんなに多くの人気を集めたかっていうと、約3億と呼ばれた年収を蹴飛ばして大阪府知事になったんですよ。2000万ぐらいの年収で、3000万、ね、だから彼の言うことをみんな信用したんです。僕もその一人ですけど、まあ、今ももちろん橋下さん好きなところ嫌いなところありますけど、だから多くの庶民の方が、僕あえて庶民と言いますけども、庶民の方が気にしておられるのはそこだなと思ったんです。政治家ってお金儲けるためにやってるんちゃうか。でそれをいくら言ったってみんな聞いてくれないし、いや俺お金取れちゃう、庶民のためやって言っても、いやいや給料もらってるやん、1000万もらってるやんって言われるわけですよね。それを言わせないためには、やっぱり年収1億円ぐらい以上もらってる人を政治家にしたら言われないです。じゃあ年収1億円以上もらってる人に政治家やってくれって言ったら、絶対にいやいやしんどいって言われるんですよ。それは女の子とね、街中歩いてるだけで週刊誌取られたりとか、ちょっとなんか問題発言したらすぐにバーって叩かれて、家族もいじめられちゃうと。で僕はそれ3年前から考えてたんで、僕3年前当選して最初の8月15日靖国に関しては、25歳年下の彼女と手つないで休暇やって言ったんですよ。めっちゃ来てますよメディア、靖国の終戦記念日で手つないで行ったんですよ。ガチャガチャガチャって言われました。それはあの時から別にいいじゃん、20、別に僕結婚バツイチなんて、25歳年下の女の子と手つないで靖国に訪問してもいいじゃんっていうことを、ホリエモンとかアベマの藤田さんとか、それこそ西村博之君とかね、前澤さんとか、そういう超お金持ちの人たちにメッセージを発してるんですよ。で先ほど言ったように、うちの党は自由ってやれば、別に女の子とね、奥さんがいなきゃ、奥さんいてもいいんですけど、22、30の女の子と遊んでようが、貧乏になろうがね、これ分かるし、これは。いやだから別に政治家もやればいい、ガーシー口説いてでもそうですよ、政治家もやってくれたらいいよ、別に政治家だけやることないから。だからこれからは大金持ちに政治家もやってくれませんかっていう、いやいや口説き方をしてるので、そのいわゆるお金かお金じゃないかっていう議論自体が僕からしたら消えないと思ってるんですよ。いつまでやってもそれを消すには大金持ちを引っ張ってくる。国会議員のトップクラスはね、政権に入って大臣とかしてもらう人は年収最低でも1億円以上政治家以外で稼げる人です。でそういういわゆる政治の底辺ですよね。府議会議員、市議会議員はそういうゴルファーとかアイドルとか俳優さんとか、まあ、いろいろと副業を持ってやってくれる人をここに突っ込んでいこうと思う。その人たちは言うこと聞いてくれます。あんまり自分の政治的な人を持ってない、これ大事なんですよ。政治的人をあんまり持ってない人を議員にするっていうのは、半分以上選挙に行かないんだから。この港区も毎年4年に1回選挙行われてますけど、投票率 40% 前後ですからね。ということは選挙に行かない人の方が多数派なんですよ。そうすると関心のない人を政治議員に持っていくっていうことをやっていって、その人たちはもう、あ、いいよ、年収1200万くれるんだったらやりますっていう人たちを今集めてる状態で、その人たちはお金のためにやってると言ってもいいってはっきり言ってます。ちょっとただ直接的な答えじゃないですけど、ちょっと考えてますけど、はい、ありがとうございます。他ありますか？